これより、桜リーグ、秋のオールスターゲームを開始したいと思います。記念メダルを授与いたします。記念メダルを授与いただくのは衆議院議員、我が、桜リーグ会長秋元正俊です。名前を、
会長の秋元真利です。今年は1年間コロナで大変な年でありました。役員の皆さん、監督、コーチ、代表の方、あるいはお父さん、お母さん、また違う環境の中でそれぞれご苦労があったことと思いますけれども、本当に皆様方のおかげで今日まで来ております。ありがとうございます。選手の皆さんも、例年以上に野球ができることをそれぞれの方々に感謝をしてもらいたいというふうに思います。オールスターということになりました。各チームからよりすぐりの選手が集まっていると思います。素晴らしいプレーを展開してもらって楽しんで怪我のないように帰っていただきたいと思います。それでは一日楽しんでください。終わります。頑張ってください。秋元会長、ありがとうございました。頑張るぞ。おお頑張るぞ。僕が、この賞を取れたのは、桜リーグの関係者などのおかげなので、感謝しています。僕は来年もあるので、来年もこのような賞を取りたいです。ありがとうございます。そんなつもりじゃないですか。はい、こんな賞を取れたのは人生初めてでとても嬉しいです。やっぱりここまで来れたのは、6年生、そして監督とか試合を運営してくださっている、皆様のおかげなので、これからも野球を頑張って続けていきたいと思います。ありがとうございました。卓球おめでとう。皆さんもありがとうございました。僕がこのような賞を取れたのは最高のチームメイトがいたおかげで取れたと思います。本当にチームメイトには感謝しています。あとこの大変な中、桜リーグを開催してくれたリーグ関係者の皆さんにも感謝しています。ありがとうございました。